アジサイがつぼみをつけています。花束などを包んでいるこのフグを使ってアジサイの花を作ってみましょう。アジサイの花びら1つ分はこんな形をしています。型紙になる紙を4つに折ります。そこに花びら1つ分を描きます。これを切ってみましょう。これが1個の花です。不織布を折りたたみます。型紙の幅よりもやや広めに切っていきます。正方形になるように切ります。4、5枚重ねて折ります。折ったらここに合わせて型紙を当て周りを切ります。これで花びらができます。不織布は1色だけでなく模様がついているものや色が違うものを用意しましょう。で、同じように切って花を作っておきます。次は花の中心部分を作ります。花に近い色を選びましょう。パンチで穴を開けていきます。これが花の中心になります。画用紙でアジサイの花の台紙を作ります。花より一回り小さいぐらいに切りましょう。不織布を貼るときはボンドを使いましょう。透けるので2枚重ねて貼っていきます。真ん中にはパンチで穴を開けた丸も貼っておきましょう。ぐるっと一周貼っていきます。
周りができたら今度は真ん中です。花の部分が出来上がりました。葉っぱにボンドをつけて下から貼ります。これで完成です。不織布を使ったものの方がお花紙よりも張りがあります。保存もきれいにできます。紫色や水色なども使って作るともっときれいですね。